福沢康江福沢康江から1937年7月10日は日本の地方政治家、特農家。大正から昭和初期にかけて長野県赤村の村長を長く務め、全国町村長会の創立に関わり、後にはその会長も務め、さらには内閣調査局参与なども歴任した。長野県上稲郡赤洲村生まれ、赤村役場に入り、若くして、 収入役を務めた。その後、長野県会議員を経て、1914年から1937年にかけて村長を務めた。福沢が村長として建設を主導し1922年に完成した村役場は、後には駒金根市の市役所長者としても使用され、さらにその後に移築され、旧駒金根市役所長者として保存公開されている。 村長就任直前の1913年に、村営電気事業計画の挫折を契機として、発生した後口上事件の経験などを踏まえ、福沢は村長として、実地の拡大を求めた。中央集権的性格が強かった、当時の自治制度に批判的な立場を取った福沢は、1920年の全国町村長会の発起人に名を連ねて、創立に関わり、 1929年には、その第三大会長となった。福沢は、村長として、農業と若者の教育の振興に尽力し、1917年には、赤孔村立赤孔公民実業学校の開設を、主導した。また、村長として、産業組合長を兼務していた福沢は、1933年に、上稲郡南部11河村の産業組合の、 参道を取り付け病院の建設に着手し、1934年に有限責任購買医療組合昭和病院を開設した。福沢は自らも特農家、大合農と評され、地元赤尾村のほか、北海道の上志幌にも農場を所有していた。全国町村町会会長退任後の1935年には内閣調査局参与に任じられた。 内閣参与退任後の1937年7月10日に病没した際には村をが行われることとなった。ありがとうございます。